はい。らでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は魅力的な商談とは何かということをですね。えー、テーマのお伝えをしていきたいなと思うんですが、ご相談をいただきました。えー、上司に同行してもらう商談に行くことがよくあります。僕的には細かいアドバイスが欲しいのですが、えー、上司は、まあ間違ったことは言ってないもんね。そっと言うような感じで、そんなに細かいところを指摘してくれません。<laughs> 何してんねんって感じですけどね、はいえー。私的にも自分の商談に違和感を覚えるというか手応えが全くありません。 間違っったことは言ててなないいいのですす。が、が相手を盛り上げられていない気がしますどうすれば自分の商談をより魅力的にできるでしょうかということでご相談をいただきました。で自分の商談を魅力的にしたい商談をより良いものにしたいっていう気持ちを持つのはすごく大事なことなんですけどまずですね前提として魅力的な商談が何かっていうことを正しく把握をしておかないとそもそも目指すべきゴールというか方向性が定まってこないのであの 商談としてうまくいかないので何か違うなとか何か違和感を感じるなっていうその違和感を言語化していきましょうというところが、まあ、今回お伝えをしていきたいところということでございますでそのために言語化するために魅力的な商談っていうことを考えていきたいなと思うんですが魅力的な商談っていうことを誰が決めるかなんですよお客さんですよねなんで商談相手が魅力的だったと思ってくれれば手応えがあろうがなかろうが魅力的な商談ですし なんかつまんねえなとかなんかなんかなみたいな感じになってしまう相手側がそう思ってるんだったらそれは魅力的で魅力がなかった商談ということですねでじゃあどうやってというか相手側はどういった基準でその商談が良かったか良くなかったかを判断してるかなんですが基本的にはポイントは大きくは2つに分かれますというのも商談はそもそもコミュニケーションなわけですよだから商談イコールコミュニケーションコミュニケーションって何で成り立つか話すか聞くかですね相手側からすればまあ自分が話す か営業のどんな話かかかっっっててていいうううとととこころに依存して魅力的なな商談だったかどうかが決まってくるということですなのでまず営業の目線で考えた時には何を話すかっていうところが魅力的な商談につながってくるということなんですが何を話すかっていうことと合わせてそこと連動する魅力的な商談として連動するのは何を話したかに対してお客さん側相手側はどう感じたか。 なんですよでそのどう感じたかっていうところが魅力的な商談会の中の基準になってくるのでまずは話す営業が話す内容についての3つの基準があります。1つ目が話が話話面面白白かかかかかっっっったたたどうういいや今日の話は面白かった楽しかったっていうことですね要は実務的に何にもつながってなかったとしてもなんか雑談でめちゃくちゃ盛り上がって面白かった楽しかったっていう感情が芽生えればそれは一つ商談としては魅力的だった面白かったっていう話の結論になるのでそれは1つ目。 2つ目、話してて勉強になったということですね。勉強になったとっいうことはどういうことかというと、例えば知らないことについて学ばせてもらったとか、えーと、今までなんかぐちゃぐちゃしてたことが頭の中でようやく整理ができたとかですね、それを教えてもらったみたいなことが、まあ、要は商談の中身、魅力的な商談につながってくる要因の2つ目です。で最後、3つ目が新しい発見があったとっいうことで、気づきを得たということですね。なので、 話が純粋に面白い、楽しかったか、勉強になった、頭の整理ができた、気づきがあった、発見があったって、この3つをお客さん自身が何かしら感じてくれているで、感じたものに対してその価値が高いと思ってもらえているのであれば、それは魅力的な商談になってくるということですね。これがまあ話す内容、営業側が話す内容についてです。で、いい話をしたいってみんな思ってると思うんですけど、どちらかというと、商談の満足度って何で決まるか。 どれだけ自分が話をできたか、気分よく話ができたからなんですよね。なので、コミュニケーションというのは話すか聞くかって話をさせてもらったんですけど、今お伝えした3つに関しては話すについてです。もう一方で、じゃ次、聞くなんですけど、聞くについても、これを決める評価をするのはお客さんです。なので、話を聞いてくれて、なんか気分がすっきりしたなっていうふうに相手が思えれば、それは商談としては魅力的と思ってもらえる可能性が高まるということです。で、2つ目が気分よく話せた。すっきりしただけではなくて、気分よく話ができたみたいなこととか、満足度につながってくる。 二つ目のポイントで最後3つ目が話してる中で整理ができたっていうこともコミュニケーションの中で起こってくるということですね。なので、まあ、話す内容と話を聞く態度。 ですね、気分よく話した話してすっきりできたこれは感情的な部分頭の中が整理ができたこれも要はすっきりしたって話なんですけどロジック的な部分ですね論理的な部分ですっきりしたっていうことが起こるとなんで何を話すかとどう聞くかっていうことが魅力的な商談につながる大きな2つの要因ということですただどちらかを満たしましょうって話でも,もちろんそうなんですけどまずコミュニケーションの大前提としてはコミュニケーションストレスがないっていうところが商談の満足あの 避けちゃうんですよコミュニケーション何か言っても伝わんねえなとか通じねえなみたいなことが起こってしまうと相手が話すモチベーションというかもうその人に合うモチベーション自体がなくなってしまうので商談としては非常に魅力が落ちるということですね。だでそうならないようにするためにはまず相手との共通の言語で話をするとか相手の話をしっかり聞くっていう、まあ、当たり前のことを当たり前にやった上で自分は今回の商談の中で相手に気づきや勉強になる情報を伝えられたのか何か話してて面白いって思ってもらえたのかっていうことがまず目線として何を話したかって言います。でもう こう聞くっていう目線で見た時には相手がなんかいろいろ話をしてくれたのか話しててなんか楽しそうに話をしてくれてるのか何か話してて楽しよかったなとか満足してもらえてるのかっていうことを自分の中で 判断をして、両方が満たせているのかどうかみたいなことを考えていただくと、魅力的な商談につながるというか、足らなかった部分を補っていけば魅力的な商談ができるようになっていくので、ぜひちょっとその目線でですね、自分の商談を分析していただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、自分の商談、商談の魅力を引き上げる方法ということで今日お伝えをさせていただきましたコミュニ。商談もイコールコミュニケーションなので、コミュニケーションは話すか聞くか、じゃあ話す上で何ができたのか、聞く上で何ができたのか、そこを自分の中で整理をしながら振り返りをしていただ いただくと魅力的な商談できる確率がどんどん上がっていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで、えっ、ー、と今日は魅力的な商談についてですね、お伝えをさせていただきました。今日の動画が参考になったら勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。